ベーカリーカフェの熊形トーストモーニングにメロメロ。岐阜市にあるベーカリーカフェ熊のパン屋さん、おはようございます。いらっしゃいませ。元保育士のオーナーが始めたこちらのお店、熊形の食パンが可愛いと評判で、それ以外にも様々な種類の焼きたてパンを販売しています。そんなお店で楽しめるモーニングは、お待たせしました、熊のトーストモーニングになります。お店の看板メニュー、熊形食パンが味わえるセット、粒あんをうまくデザインして熊の顔にしています。外はサクサク、中はふんわりとした食感。サラダやスープに加え、滑らかな食感がたまらない手作りプリンなどがセットです。東海北陸自動車道岐阜各務原インターチェンジから車で10分のところにありますよ。次はどんなモーニングに会えるかな。